ドンフアンデオニャーテ・サラサルはスペインに仕えたコンキスタドールである。ヌエヴァ・エスパーニャの一部であるサンタフェデ・ヌエボ、メヒコ州はコンキスタドールで銀山を所有していた。母はカタリーナ・サラサルイデラ・カデナであり、ナバスデ・トロサの戦いで先行を立てたカデナ家の血を引いていた。彼はヌエヴァ・エスパーニャ北部の辺境地域で、 インディオと戦う戦士となり、アステカ三十同盟の征服者、エルナン・コルテスの孫娘で、アステカ皇帝のモクテスマ2世のひ孫にあたるイサベルで、トローサ・コルテスデ・モクテスマと結婚した。1595年、オーニャーアテは1540年に、フランシスコ・バスケス・デコロなどが探検したリオグランデ、川上流域を植民地化せよとのスペイン王フェリペ2世の命令を受けた。彼の目標は、 カトリックを広め、伝道書を創設することだった。オニャアテは1598年に探検を開始し、4月後半に、現在のシウダー・フアレス・エルパソンのリオグランデ川を徒歩で渡った。4月30日、オニャアテは、スペインによるリオグランデ川へ北のヌエボメヒコ領有を宣言した。その夏、オニャアテの探検隊は、リオグランデ川に沿って、 現在のニューメキシコ州北部へと進み、プエブロ人の集落の中で野営した。彼は、サンタフェデヌエボ、メヒコ州を創設し、自ら州の最初の総督となった。探検隊の隊長を務めたカスパール・ペレス・デビリ・アグラは、オニャーテによるニューメキシコの先住民たちの征服を、1610年の著書、ヌエボ・メヒコの歴史に記録した。オニャーテの霊国で容赦ない支配者という評判は、 スペイン人植民者と先住民の両方の間で高まった。1598年10月、オニャーテの占領軍がアコマプエブロから食料を徴収しようとした。冬を越すための貴重な食料の備蓄を守ろうとしたアコマプエブロは抵抗し、オニャーテの老いを含む13人の隊員が殺されるという事件が起きた。翌年、オニャーテは報復し、800人のアコマプエブロが 殺害され、生き残った500人が奴隷にされた。オニャーテの命令で生き残った25歳以上の男性80人が片足を切断された。1601年、オニャーテはグレートプレーンズへの大規模な探検を行った。アステカ人を征服した遠征の時のように、スペイン人、兵士130名、フランシスコ海修道士十二名、先住民の兵士と、 従者130名が参加し、350頭の馬とラバを連れて行った。オニャーテはキビラを求めて、ヌエボメヒコから平原を東へと移動した。フランシスコ・バスケス・デコロなど同様、オニャーテも現在のテキサス州の回廊地帯にあたる地域でアパッチ族と遭遇した。探検隊はカナディアン側に沿って、さらに闘進し、現在のオクラホマ州に入った。砂地で、 大牛の引く荷車が進めなくなったので探検隊は川を後にし水辺やクルミと多くの小立ちの数が増しより緑の濃い地域へと入った多分インディオのガイド拳銃者のフセペグティエレスが6年前に馬な霊馬探検隊が通ったのと同じルートでオニャテを導いたのだろう探検隊はオニャテがエスカンハケ族と呼んだ先住民の野営地を発見したオニャテは エスカンハケ族の人口を600個5000人と推定した。エスカンハケ族は舐めしたアメリカバイソンの川で覆われた直径90フィートにもなる円形の家に住んでいた。オニャーテによると彼らは狩料民族で農耕を行わずアメリカバイソンを買って暮らしていた。エスカンハケ族はオニャーテに敵対する。 ラヤド族の大きな集落が20マイルほど離れたエザノアというところにあると語った。エスカンハケ族はラヤド族を恐れたためか戦争の準備のために退去して集まっていたようである。彼らはラヤド族が馬ナとレイバの死に関わっていたと言って、火器を持ったスペイン人の協力を得ようとした。エスカンハケ族はオニャーテを数マイル離れたところにある大きな川に連れて行き、 そこで、オニャあテは、トールグラスプレーリーについて、初めて記録したヨーロッパ人となった。オニャあテはこれまで通ってきた、どこよりも肥沃な土地と、馬が隠れるほどに高く茂る草地がそこら中にある、上等な牧草地について語っている。オニャあテは、ポーポーと思われる果物を食べ、その味が良いことを発見した。この川のそばで、 オニャーテとスペイン人と多くのエスカンハケ族のガイドが丘の上にいる3400人のラヤド族を見た。ラヤド族は探検隊に近づき、戦う準備ができていることの合図として土を空に投げ上げた。オニャーテはすぐに戦う意思のないことを示し、このラヤド族の一団と和平を結び、彼らが友好的で気前が良いことを知った。オニャーテは、 エスカンハケ族よりもラヤド族を気に入った。彼らは団結しており平和的で落ち着いていた。ラヤド族はカラタシュという名の州長を敬っており、オニャアテはカラタシュを捕らえて人質としたが定重に扱った。カラタスはオニャアテとエスカンハケ族を川向こうの東岸の川から1、2マイル離れた集落に連れて行った。住人が逃げた後で、 集落は無人だった。そこには、およそ200の家があり、すべて大きな川に注ぐ、もう一つの大きめの川の岸に立っていた。ラヤド族の集落は60年前に、コロナドがキビラで見たもののようだった。家々は、離れており、家は、円形で草吹き、中で十人寝られるほど大きく、畑で採れた、トウモロコシ、豆、カボチャを蓄えた大きな貯蔵庫に囲まれていた。 オニャアテは、集落を略奪しようとするエスカンハケ族を何とか押しとどめ、彼らを帰らせた。翌日、オニャアテの探検隊は、先住民が居住する地域を8マイル前進したが、ラヤド族には遭遇しなかった。この時点で、スペイン人たちの士気は落ちた。近くにラヤド族が多数いるのは明らかで、スペイン人たちはラヤド族が戦士を召集していることを教えられていた。 オニャあテは、ラヤド族と敵対するには、スペイン人、兵士300人が必要だと推定し、分別も、武勇のうちということで、ヌエポメヒコへの帰途についた。オニャあテは、ラヤド族の襲撃を恐れていたが、ヌエポメヒコに帰還を始めた、探検隊を襲ったのは、エスカンハケ族だった。オニャあテは1500人のエスカンハケ族との激しい、戦闘を記録しているが、これは多分誇張であろう。 戦闘は2時間以上に及び、多くのスペイン人が負傷し、多くの先住民が死んだ。襲撃の後で、ラヤド族の州長、カラタシュが解放され、オニャアテは女性の旅衆数名を解放したが、少年の旅衆数人は、神父たちが彼らをカトリック教会の信仰に強化できるよう要求したためそのまま連れて行った。襲撃の原因は、オニャアテが、 女性や子供を拉致したためかもしれない。おにゃうて飛ぶ形はその後は大した出来事もなく1601年11月24日に、ヌエボメヒコに帰還した。おにゃーての探検隊の同貞と、エスカンハケ族とラヤド族が何者であったかについては、論争の的となっている。専門家のほとんどが、探検隊がテキサスからオクラホマまでカナディアン側に、沿って進み、そこからは川を離れ、 ソルトフォークアーカンザス側に着いたところで、エスカンハケ族の野営地を発見し、アーカンザス側に沿って進み、その支流ォールナット川沿いの、現在のカンザス州アーカンザスシティにあたる地点に、ライアド族の集落があったと信じている。一つの少数意見では、エスカンハケ族の野営地は、ニネスカ川にあり、ライアド族の村は、現在のウィチタにあったとする。考古学的証拠は、 ウォールナット側説を支持している。エスカンハケ族は、アパッチ族、トンカワ族、ジュマノ族、カポ族、コウ族だったなどと、様々に推測されてきた。最も有力な説は、ウィチタ方言を話す、カドウコ族である。ダヤド族が、ウィチタ族だということは、ほぼ確実である。草ぶきの家、分散した、集落、ウィチタ語の故障と同じカラタシという名の集長。 貯蔵庫の様子、そして彼らのいた場所はすべて、コロナドの記録したキビラ人とが合致する。しかし、ラヤド族は、多分コロナドが出会った人々とは違う。コロナドは、オニャーテが、ラヤド族と出会った場所から120マイル北でキビラを発見した。ラヤド族は北にある、タンコアという大集落のことを、オニャーテに語ったので、それがキビラの本当の中もしれない。 このように、ラヤド族は、文化的かつ言語学的にキビラ族と関係があるが、同じ共同体に属してはいないと思われる。当時のウィチタ族は統一されておらず、複数の部族が、現在のカンザスとオクラホマにあたる土地のほとんどに、分散して暮らしていた。ラヤド族とエスカンハケ族が、同じ言語を話しながら敵対していたのも不思議ではない。オニアウテが最後に組織した。 大規模な探検隊は、ヌエボメヒコからコロラド側の下流に向けて、西に旅した。およそ36名が1604年10月に、リオグランデカ国を出発し、ズーニー、ホピー、ビル、ウィリアムズ川を経由してコロラド側に至り、1605年1月に、カリフォルニアにある河口に到着し、同じルートをたどって、ヌエボメヒコに帰還した。探検の目的は、 ヌエバエスパーニャからの陸路による運輸よりも楽に、ヌエボメヒコに物資を供給できるような港を見つけることだった。1540年のエルナンド・デア・ラルコンとメルチョール・ディアスによる探検と1701年から始まったエウセビオキノによる探検の間にコロラドがー・流に入ったヨーロッパ人はオニャーテ隊だけだったため、この探検は貴重なものとなった。探検隊は、 ソウルトンシンクの後すぐに形成されたとされる戦士時代のカビリア湖の痕跡は発見しなかった。彼らはカリフォルニア湾が北西にどこまでも広がっていると誤解し、17世紀に広く信じられていたカリフォルニアが島であるという説のもととなった。コロラド川下流に居住していることが認められた先住民族は北から順にモハーベ族、バーセチャ族、後に クエちゃん族が定住した平川との合流点にいたオセラ族、そしてオニャーテは平川との合流点よりも下流で遭遇したが、後にそこよりも上流のオニャーテがコアーナ族、またはカーワン族、アガリー族とアガレクアマヤ族、またはハリークアマイ族、そしてココパ族にあった場所に居住した記録のあるハルチドマ族だった。 探検隊が実際に見なかった土地については、怪物のような人種や金銀真珠が豊富な地域について空想的な報告をしている。1606年、オニャーテは彼の貧困を審査するため、シューラーデメヒコに召喚された。サンタフェ創設の計画を終えた後、彼は役職を辞任し、裁判にかけられ、インディアンと植民者両方への残酷な行いのために、有罪判決を受けた。 彼は、ヌエボメヒコから追放されたが、広告審判において、無罪方面になった。後に、オニャーテは、スペインへ渡り、スペイン王によって、スペイン全土の最高監督者の長に任命され、1626年、セビリア県ガダルカナルで死去した。ニューメキシコ州、エルモロ国定記念物内の、オニャーテによる落書き。総督ドンフアンオニャーテ。 太平洋を発見する途上でここを通る。1605年4月16日。不安でオニャーテは、しばしば、最後のコンキスタドールと呼ばれている。探検の業績により、オニャーテは一部のアングロ系アメリカ人とスペイン系アメリカ人の尊敬を集めているが、アコマプエブルに対する残虐な仕打ちを批判する者も、いる。1991年。 ニューメキシコ州道68号線沿いのエスパニョーラの町の北東にあるオニャーテモニュメント訪問者センターに彫刻家のレーナルドリペラによるオニャーテのブロンズ像が建てられた。1998年、ニューメキシコ州はオニャーテ到着400周年を祝ったが、同年、像が象徴するものに反対する何者かがオニャーテ像の右足を切断し、フェア・イズ・フェアという落書きを残した。 アコマ・プエブロに対するオニャウテの所業を象徴する。名残としてフグになった像をそのままにする、よう提案する意見もあったが、レーナルド・リペラは足を鋳造し直した。しかし、右足の継ぎ目はまだはっきり残っている。1997年、エルパソ氏は彫刻家のジョン・シェリル・ハウザーに、オニャウテ像の作成を依頼することに同意した。後に抗議を受け、二人のエルパソ市議会議員が同意を、 撤回した。像の作成には200万ドルと9年近くの歳月を要し、像はメキシコシティにあるハウザーの倉庫に止められていた。総重量18トン高さ34フィートという木場像としては、世界最大最重となる像は2006年初めに完成し、部分に分けてトレーラーに搭載され、夏にエルパソ市に運び込まれ、10月に エルパソ国際空港の出口に据え付けられた。2007年4月21日、エルパソ市は像を公表する盛大な記念式典を開いた。オニャーテ像はアンダルシア場にまたがり、右手にラトマ宣言を持ち、左の手には手綱を握っている。記念式典には在米スペイン大使、カルロスウェステンドルップが招待されたほか、アコマプエブロの代表も出席して抗議した。 シモンズ、マーク、ザラスト・コンキスタドール、ジュアン・デニアテ・ザ・セット・リング・オブ・ザ・ファー・サウス・ウェスト、ユニバーシティ・オブ・オクラホマ・プレス、ノーマン、オクラホマ、1991、P30、エル・セラッペ、ダウエンサイクロペディア・オブ・フロンティア・バイオグラフィー、G、O、ユニバーシティ・オブ・ネブラスカ・プレス、1991、 p1083abc ジンジャー・トンプソン s o as a sculpture takes shape in mexico opposition takes shape in the us the new york times january 17 2002 relieved 2008年7月15日 shimon's mark the last conquistador juan de niate and the settling of the f a r s o u t h w e s t university of o k l a h o m a press no man o k l a h o m a 1991 P145 ハットボルトンヘルベルトユージーンエドスパニッシュエクスプロレーションインザサウスウェスト1542から1706ニューヨークチャールズスクリプナーズサンズ1916 250から267ハットボルトン257ハットボルトン253ビエックスーザンシーウィチタカルチャーヒストリー プレーンズ・アンサラ・パレジェスト、ボリューム37、ナンバー141、1992、327ハットボルトン、264ビエック、スーザン・シー・オナテ、S エ・エクスペディション・ツー・ザ・サザン・プレーンズ、ルーツ、デスティネーションズ、アンド・インプリケーションズ・フォーレート・プリーヒストリック、カルチュラル・アダプテーションズ、プレーンズ・アンサラ・パレジェスト、ボリューム31、ナンバー111、 1986-13から33ホールマーリンかヨーロピアンコンタクトサウスウェスターンアーティファクツインザルアウォールナットフォーカスサイツアットアーカンソーシティカンザスプレーンズアンサラバレジェスッツボリューム45ナンバー173オーガスト2000ビエック22から23ハモンドジョージ、P ・ピーアガピト・レイドン・ファンデニアテコリンザー・オブ・ニューメキシコ ユニバーシティ・オブ・ニュー、メキシコ・プレス、アルバカーキー、1953、デイランダー、ダン、ジー・オング・ロフィス・オブ・ファクト・ファンタジー、ニアテ、オン・ザ・ローア、コロラド・リバー、1604から1605、160 5, サザン、カリフォルニア・ク・オータリー、ボリューム86、ナンバー4 2004,、2004、309から324、シモンズ、マーク、ザ・ラスト・コンキスタドール、 ジュアンデニアテザ・セットリング・オブ・ザ・ファー・サウス・ウェスト、ユニバーシティ・オブ・オクラホマ・プレス、ノーマン・オクラホマ、1991、ブックタイトル。ありがとうございます。